パパリセットされました。そうね。まあ、あんなこと言ったらリセットされるわな。まあ、あんな言ったらだって、それはバンされるよと。うん。これそれ、バンされるべくしてバンされたよねっていう。まあ、そんな感じっすよね。正直。人の不幸は蜜の味。ね、ほんと。人の不幸は蜜の味。いや、でも俺はそんなにどうとも思わんけどね。まあ、なるべくしてなったなという感じですかね。まあ、ちょっとなんか動画とかね、その SNS で有名にはなれないですね、あれじゃあ。うん。展開が下手くそですね。どっかで切り替えないと難しいですよね。あれ炎上商法とは言えないからね。自分の数字になってないからね。バンされいった。でもバンされたら次アカウント作るのめんどくさくなるんで、あんまりさ、しないっすよ。徐々切ってほしい。あー。次でも多分なんか違う感じだと思うんだよね。国民的 IP って言ってるじゃん。ジョジョも確か人気だけれど、国民的 IP じゃないもんね。どうでしょうね。10年後あるか微妙じゃないですか。消費者庁。もうワンチャンあるね。苦情たくさん来てるしな。公約行動に。もっと拡散しろ、お前ら。ねえ。苦情。もっと拡散しろ。トラブルだらけです。いやー、なんかそういうのがしない、多分しなさそうだよね。一般受けしないタイトルはしないんじゃない？一般受けしないタイトル。ちょっと、まあ言っちゃうんやけど、そのね、どっちかというと萌えアニメ気質な作品は、公約行動ちょっと避けると思う。なんかそのね、そういうのなんか、どっちかっていうとさ、なんか、マジでオタクのアニメとかキモいし、みたいな。ね、そんなこと言っとる感じのキッズがさ、やっとるじゃん、公約行動って。だから、なんかしないと思う。そういうの。そうじゃないですか。公約行動なんかそういうなんかさ、そういうとこ無駄に気にするさ、人たちがさ、やっとるイメージじゃないですか。銀玉、ワンピースがしそうだけどね、この間ほら、銀杏さんがアイスエッジって言ったけんさ、ワンチャンこれ、10月にコラボするさ、国民的 IP ってこれ、ワンピースじゃないみたいな。それは俺思っとる。ワンピースコラボ。ワンピースありえそうなんだよね。別ゲームでもコラボしてるしな。一応ワンピースのスマホのゲームもあるけど、まあ、それは別でみたいな感じだし。それはそれみたいな。絆。あれはコラボしましたよ。したけど、中国のその VTuber のイベントでコラボしただけよ。そう。中国のその VTuber のイベントで、そのコアコードなんか実況をするみたいな感じでコラボしただけで、別にその本格的にそのコアの中でコラボしたわけじゃないもんね。それはだって、コアニュースも言ったし。ありそうなの。何がありそうかな。やっぱ鬼滅の刃みんな好きじゃないですか。やけん。鬼滅の刃とかあったら、お前押すな、バカこいつ。味方。撃ってねえのにこいつさ。一匹もやれてねえじゃん、バカほんと。一匹もやるのに、お前押すな。やれたんだったら文句は言えないよ。ステージが変わってほしい。あ、新マップ。このゲームなんか、かたくなにさ、新マップ実装の、なんだお前。このゲームかたくなに新マップ実装しないから、してほしいよね。これ以上でも追加する要素はあんまないよね、銀玉。あともうこのゲームからパクるしかない。東京グールはね、まあ、東京グールしないかな。一般受けではないもんね。団体で東京マップはね、実装したらね、バチ切られると思う。東京いらんって言われると思う。立ち回り勝負になりそう。いや、なんかもう、みんな嫌がると思う。実装する意味あるみたいに言われる。砂漠。パブジのパクリ。10レーン。雪山。それもパクリ。もうなんか今、ストラップな気がしたけんあんま反応せんかった。ストラップかなって思ったけん。運命読めてきたもんね。自分のなんか、運命が分かってきた。あ、なんかストラップっぽいと思ったもんね、今。ストラップのね、運命を読むっていうのもこの R スポーツプロには大事なんですよね。重機コンテストいつなんだろうね。マジ。期間延長みたいな書いてたもんね、一応。期間延長します、みたいな。アナウンスしとったけん。ワンチャンもう9月後半とかなんじゃない？全然発表されんもんな。で、当選者にはなんか事前に連絡します、みたいな。おー、なんだお前。なんでお前そんなとこ空いてるんだ。Twitter 見たら。あ、そうなんすか。問題だらけよ。Twitterなんか問題だらけ。毎日、この界隈。問題だらけです。問題しかない界隈だ。もう問題ない方がなんかね、もはやね、違和感という感じやもんね。思わんすか。ああ、なんだお前。なんだお前。アカウントがツイッターに載っとった。ああ、それはよくある。アカウント盗む人って結構あれやもんね。そういう悪いことに使うために盗んどったりするもんな。今ダメなの？騒がしい界隈が。そうなんだ。そういうとこが好きなんだ。嵐が多い界隈。ああ、なんでそれ。ああ、待って。だるみたいな。あ、マント来た。11枚目。やったぜ。マント11枚目だ。どんだけ俺マント出すつもりなんやろうな。マント11枚目だ。やったぜ。めっちゃ嬉しい。すげえ普通に嬉しいんだけど。なんかこういうタイミングで出るんですよね。だからね、ライブを見ろという話をいつも俺はしているにもかかわらず話は聞かないと。いや、こっからでも緑マント来んかな。来てほしいよね。これなんかクライアントまた落ちそうなんだけれど。ストラップですね。来ていただいてありがとうございました。ああ、びっくりした、今。マジ、色変えるのはやめようよ、ほんと。ねえ、そこの色変えるのやめようよ。微妙。これ何これ？青マントの上か。なるほどね。微妙すぎ。これ青マントの上だよね。今のやつ。だよね、不滅やけん。青マントの上だ。何気にでもこの見た目いいよな、これな。見た目がいい。